フランスパリにあるルーブル美術館のリュシュリュー館であったキム・ミュンジュン文化財復元史は、ルーブル研究所長とその翌日に行われるカンフォレンスを最終確認しているところでした。以前、ルーブル美術館で初めて館史を文化財修復用紙として紹介した時の冷たかったリアクションを思い出していたキム氏は、オルセーとポンピデュー美術館の文化財復元の関係者たちも出席する予定ですとし、館史を世界中の博物館にアピールする絶好の機会ですと期待に胸を膨らませていました。彼は世界三大美術館の一つであるルーブル美術館で復元師として働きながら、館史の素晴らしさを紹介するカンフォレンスの準備を担当した30歳の堅実な警告青年です。ルーブル美術館は先週、文化財の復元のために初めて館史を購入しました。博物館がチョンジュ氏から提供された館史を活用して、19世紀のバイエルン王国、マクシミリアン2世の机を復元することに成功したのが契機となりました。机の中央引き出しの鍵の周りを囲んだ部分が傷んでいた場合、館史で完全復元して現在展示中です。ルーブル美術館が復元用館史に興味を持つようになったのは、2014年にキム氏が実習生としてルーブル復元室に入ってからです。14歳の時、祖母と一緒に渡仏し、定住したキム氏は、パリ第8大学の美術保存と復元学科を卒業し、博物館に入りました。彼の人生の転機として、2008年より金属活字の印刷版である直視身体溶接を発掘したパク博士の下で、朝鮮王室の書籍の返還作業に参加したことを挙げました。キム氏は、パク博士を3年間サポートしながら館史に覚醒しました。ルーブル美術館をはじめ、世界中の文化財の復元に活用される用紙は、和紙が支配しています。和紙を活用した復元に慣れている博物館の復元師たちは、キム氏に向かって素晴らしさを証明してくださいと要求しました。彼は館史と和紙を水で濡らして実験で、復元力の違いを証明し、館史は収縮と変形が小さくて長く保存されるだけでなく、接着力が良いので復元に有利に働くと説得しました。館史の永続性に魅せられたルーブル美術館のアリアンデ・ラシャベル研究所長が力強いサポートとなりました。キム氏は2015年に他の人よりも遅れて軍に入隊しました。警告国籍を手放して兵役を回避することもできましたが、国防部遺体発掘監視団に志願入隊しました。彼は、パク博士は存命中は常に国が何かをしてくれることを求めず、自分が国のために何ができるかを考え、私たちの文化遺産を世界に発信してほしいと言っていましたと言い、自分は世界の博物館の復元に活用される和紙を、全部館史に変えたいという願望を明確にしました。この内容について海外からも多くのご意見をいただきましたので、その一部をご紹介します。世界遺産をぶっ壊す気かよ。おそらくはその通りになるんだろうな。宝を失い、朝鮮人に対する恨みだけが残るという。コリアンペーパー最高だね。和紙？なんだいそれは。トイレットペーパーかい？民族病だわな。日本を貶めるっていう病気？日本を引きずり下ろすことしか考えない民族。またバカ安で請け負ったの？焼き畑営業迷惑だわ。和紙の製法で朝鮮人が紙作ってもそれは和紙であって、漢紙とかいうものにはならないだろう。あの国って世界で評価された日本文化には必ず偽物出してイチャモンつけてくるよな。え？漢詩って段ボールだとか厚紙だとか言われてるあれだよね。そもそも美術館という屋内施設において水で濡らしての復元力とか意味わからんのですが。
漢詩と和詩を水で濡らして復元力の差を実験で示し、漢詩は収縮と変形が少なくて長く保存される上、接着力が良いので復元には有利だよねって言うけど、比較するところなのかな。これ、警告性和紙って捉えられそう。長期間の実績もないのに変更とかないから、長年の品質劣化が起こらないということがその監視とやらにあればだけどね。まさか漂白剤なんて使ってないよね。つか、それは酸性紙でしょうか。長期保存を目的とした紙ベースの物質って紙そのものの長期保存性が問われるんですよ。そもそも和紙は書や絵画の修復に使うけど、机の修復に和紙の代わりに漢紙？漢紙が丈夫なのは事実。和紙は構造をより細かく砕いて冷水の中に手を浸して不純物や粗い繊維を取り除くとか地道で繊細な作業工程をやるし、紙すきも和紙は方向性が整っていてとても繊細。でも漢紙は適当な紙すきで方向性はバラバラ。漢紙は繊維も太くて長くて丈夫なのは確か。布に例えたら和紙は綿で漢紙は麻みたいなもの。大雑把な修復には値段も安い漢紙はもってこいかもしれないけど、繊細な修復にはやっぱり高級な和紙の方が圧倒的なニーズがある。大雑把なところは普通の工業紙で良いのでは。薬品も使用で指定すればいいし、下地として使うには良さそうに聞こえるよ。てか、それ、最高紙と何が違うのかな？いいよな。あの国の人たちは乗り越える目標の国があって、日本は下等国相手に熱心になれないし、まあ、化学物質で漂白していた紙なら、酸の成分で数年後に結果が出ますから、日本の紙幣に使っている和紙は写真用にも最高だ、欲しい。なんで最後は日本に嫌がらせを仕掛けることが結論になるんだい。こんなもん嘘だよ。世界の文化遺産修復現場では和紙しか使ってないし、水に濡らして変形が少なかったら障子が破れないんだがね。和紙と全く同じ製法で作って、そこにちょっと小細工して、ほら和紙より優れた漢紙でしょって。そもそも材料が違うからな。だからゴワゴワの厚紙なんだよ。製法にしたって、平行時代に日本が教えたわけで、それが証拠に漢詩なる紙を使った古文書は存在しない。同じ製法で作った劣化物を安価で押し付けてるんでしょ。警告人は本当に浅はかだな。漢詩って何？世界が警告に憧れていると妄想するのは勝手にしたらいい。でも、日本まで潰そうとしてくるから放置するわけにはいかないんだよね。朝鮮史ならまだしも漢詩って。李朝末期の宣教師、シャルル・ダレは、朝鮮の工芸品はほとんど中国に劣るけど、紙だけは優れていると言っていて、ただ油を染み込ませて敷物に使うとか、堅牢性が売りだったらしい。まあ、美術館の修復で和紙のライバルになりそうにはない。それを別の用途で売り込めばいいのにと思う。まあどうせいつもの、そんなことは言ってないか、古代解釈に古代解釈を重ねているのかその辺。そもそも警告人はあまり伝統工芸品の修復や保存には性格的に向いていないように思える。理由は警告の伝統工芸品の保存状態が極悪の状態のものばかりだからだ。ルーブルはひどいことになる予感。漢詩には紙の歴史遺産が一切存在しないが、日本にはある。これが今後を表すもの。別にルーブルが漢詩を使いたいというのであればそれでもいい。でも、そう遠くない将来にどっかのダムのごとく崩壊しないことを祈りたい。復元する人は絵をこよなく愛している人ってイメージでしたが、自国なものを押すんですね。本当にその絵にそれが合えばいいと思います。でも、和紙と変えてやるっていう考え方は違うんじゃないかな。その通りだな。絵の復元がしたくて頑張ってきたんじゃないのか。仕事への誇りより、日本が憎いのが先なら、復元の仕事なんてやめてしまいなさい。